You're listening to Shibuya Cross FM. Making friends with radio and outdoors. Can you guess what we'll listen to next? Camp. That's right. Camp Festival Radio.時刻は5時を回りました。渋谷クロス FM からお送りする目指せキャンプフェスラジオ、こんにちは、ナビゲーターのゆうきです。今日の渋谷すごい人がおりまして、今回なんと皆さん新年明けましておめでとうございます。今回が、2024年年明け第1回目の放送ということで、今日も盛り上がっていきたいと思っております。目指せキャンプフェスラジオはキャンプフェス開催を目標に毎回ゲストをお迎えしてお送りしていきます。トークや生ライブコーナーでまるでフェスにいるような雰囲気をお楽しみいただきたいと思います。ビールやお気に入りの飲み物を片手に一緒に楽しんでいきましょう。番組を通して新たな出会いや体験を作り、みんなで楽しさをシェアしていくアウトドアラジオ番組となっております。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージやアイディアも大募集しております。あなたのアイディアがキャンプフェスの開催につながるかもしれません。番組公式 SNS ハッシュタグキャンプフェスラジオでは、最近行ったキャンプの写真やフェスの思い出などを募集しています。番組の感想やアイデアは公式インスタグラムキャンプフェスアンダーバーラジオまで DM も募集中です。みんなでワクワクをシェアしていきましょう。渋谷クロス FM からゆうきがお送りしている目指せキャンプフェスラジオ。それでは今日一緒に番組を盛り上げてくれるメンバーを紹介したいと思います。はい、どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。国民のいとこ目指します、榊原拓也です。よろしくお願いします。榊原、そして、はい、どうもこんにちは、榊原って言うよ。榊原と榊原です。そうですね、今日はダブル榊原でお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、そうなんですね。今日新年一発目ということで、はい、思いっきり盛り上がっていきたいと思います。盛り上がっていきましょうよ、はい、なあ榊原。そうですね、僕も精一杯頑張れよ。こっからね、いろいろと多分変わっていくんですよね。いろんなシステムがね、導入されて、ね、めちゃくちゃ手探り、はい、いつでも見切り発車がキャンプフェスラジオのいいところということで、はい、なんで急に僕腹話術師になったのかがちょっとおいおい。ちょっとそれはおいおい楽しみにね、おいおいでね、はい、やっていきたいなというふうに思っておりますが、はい、いいですね、今日お客さんもいっぱいいて。確かに、はい、こんにちは、榊原って言います。僕は喋ってるよ、はい、こんにちは。あ、手を振ってくれてる、ありがとうございます。ありがとう。ということでですね、今日からもう本当に2024年ということで思いっきり盛り上がっていきたいと思っておりますが、はい、はい、目指せ、渋谷クロスFMから送り、ゆうきがお送りしてます目指せキャンプフェスラジオ。それでは本日最初のゲストをご紹介したいと思います、うん、ということで、はいはいはい、ゲストさんをお迎えして、はい、よろしいんでしょうか。よろしいんじゃないですか。はい、ということで。はい、お迎えしたいと思っておりますが、はい、いいんですかね、ご紹介して。ご紹介して、いいんじゃないですか、はい、入ってきていただきましょうかね。あれ、そうですね、そうですよね、はい、急出しあるんじゃないですか。急出しあります、はい、ゆうきがお送りしている目指せキャンプフェスラジオ、本日最初のゲストをご紹介したいと思います。インフュージョンデザインさんの
井出辰之助さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私の方から簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。1999年より野外音楽フェスとアートイベント、企業イベント等の企画制作運営として、これまで1000以上のイベントに携わっていらっしゃいます。2019年5月、ワウワウとともに静岡県富士市で野外音楽フェス富士&さんを主催。温泉はこれまでに1500棟以上を巡り、2019年からヤマップのウェブマガジンで温泉コラムの連載開始とともに、温泉プロジェクト湯口は宇宙をスタートさせる、湯口は宇宙、湯口は宇宙。2023年1月、温泉業界の活性化、温泉文化の保護、伝承を目的に温泉の専門会社株式会社縁掛けを立ち上げ、はい、さらに一歩踏み込んだ形で温泉業界への貢献を目指していらっしゃるということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。井出さんもフェスもやってらっしゃるということで、藤井さん私も行きました。ありがとうございます。はい、ドアメで。そうなんですよ。なかなかドアメで、はい。すごいですね。藤井さんの富士がないみたいな、ね。あそこから雨が生まれてくるみたいな感じな。そんな豪雨のなかなか厳しいですよね、正直ね。ああ、やっぱりでも山のところですからね。一応でも、はい、年間で一番雨が降らない日っていうのを分析してあの日にしてるんですよ。そんな日あるんですか。一応。だけど降ってる。見事に私実は本当このキャンプフェスラジオが決まっの出演が決まってから本当に我が家にキャンプブームがやってきて、そこからもうフェスもどん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 行こうっていうことで、実は人生初めてのキャンプフェスが富士&さんだったんです。雨の中ですか、はい、土砂のぶりであそこはね、なかなかヘビーで、ね、はいはい、タフな環境。そうですよね。なんかあれを言ったらもうどこでも行けるんじゃないかっていうような楽しみ、まあね、まあ、常に坂ですからね。そうですね。でも坂です。でもあのカードとかも動かせるから、まあ、子供とかは全然いやすかったんですけど、けどまあ、うん、もう富士山の中腹のに作った会場なんで、はいはいはい、基本坂なんですよ。平地があんまないみたいな。なるほど、はい、移動大体雨の中、そうっすね、めちゃくちゃタフですね。スタッフもっとやばいかも。いやそうっすよ ね、 そうですよね。8泊9日ぐらいであそこにいるんで、うわ、はい、で搬入搬出もあるそうです、ね、雨が降るとあのカート道が全部あの川みたいになります。へ、そうですよね。結構山ですもんね。結構1000メートルぐらいですね、標高ね。あ、そうね、寒いし、うん、雨降るし、なんであそこでやってんだみたいな。タフすぎる。でも絶対 この日だけは降らないだろうみたいなところに決めてんのに、めっちゃ雨っていうね。うん、でも今年は多分大丈夫ですか。はい、降りません。今年も行きたいと思ってます。でどうやって調べられるんですか。確かに天気予報とかもあるんですか。年間の各5年に遡るデータとかを見れるんですよ。ああ、それで全部、まあ、調べたところ、うん、まあ、あのゴールデンウィークの、 あの、まあ、ゴールデンウィーク含め5月の前半が一番降らない、うんうん、あ、そうなんですね。ですけどあんな感じ。なるほどね。データは信用できないですね。いや現地を、いや本当にもうプロ中のプロ、本当にフェスのプロ中のプロが来たということでお話聞きたいですね。はい、イベントを作ってらっしゃるということですかね。はい、そうです、うん、もうあのフェスが多いんですけど、うん、基本的にはもうイベントというものは何でもやります。ただな、まあ野外が多いですね。野外全体の7割ぐらいが多分野外。え、そうなんですね。すごい。全然室内も呼ばれたいんですけど、はい、だいたい呼ばれるのは難しい野外が多い。ああ、そうなんですね。野外の方が全然難しいですよね。まあ室内だとだって電源ね、壁コンから取れますからね。そうですよね。そういうことか、はい、トイレもついてないじゃないですか。そうですね。そうだ、そういうのがある。あ、コンセントみたいなね、感じですよね。ないっすもんね。そうだ、もう仮設トイレもほら水どっから引っ張ってくるの。あ、そうですよね。水量どのぐらいなのみたいなとこまで測ったりするんで。うわ、そうですよね。もうそういう仕事をしてるともうなんかいろんな規模を作ることができるっていうか、うん、まあ本当ね、なんかブッキングとか演出とか装飾とかって、うん、まあ、派手に見えても、うん、まあ、実は地味なことが8割ぐらい地味なんじゃないですかね。1年間ぐらい、ね、やっぱ準備期間で作ってくるんで、ね、さっきステージの屋根が一番高いっておっしゃった、はいはい、あ、屋根がね、もうこれ風とかね、強
その強度とか、はいはい、そういうのもあるし、あれがないと結構いろいろできるんですけど、まあそうか、でも屋根を作らないっていうのは、まあでもアーティストさんもほらやっぱり直射日光とかやるじゃないですか、うん、だから基本はやっぱ作んなきゃいけないっていう感じですけど、あれが高いんです。高いんだ、あれが高いんですね。やっぱほら立てるし、いやそうか、その強度とかその交渉作業にもなるし、はいはいはい、あれが一番厄介ですね。結構さ、あの海外の衝撃映像とかで屋根とか飛んでるのありません？強風とかで。ありますあります、ありますね。お金かけなかったってことなのか、どうなの。でもまあまあ、でもそういうフェスによってもうそれぞれですよね。でも日本ってでもやっぱり職人さんの腕がやっぱりね、世界でもね高い方なんで、ね、あんまりねそういう事故とかはない方ですけどね。雨風はね大変ですから ね、 ね、榊原も雨風やだよね。そうだね、濡れたら僕はもう動けなくなっちゃうからね。ちょっと挟んでいきます。ぶっ込んできましたね。お願いします。ちょっと挟んでいく感じでお送りします。湯口は宇宙はちょっと私すごい気になったんですけど、はいはい、うん、それは確かに何ですか。湯口は宇宙、もうどちらかというとこっちの方が最近本職というか、うん、もう、あ、もう趣味の結晶みたいなものなので。趣味の結晶、はい、伊根さんでも趣味多そうです。いやそんなないです。そうですか。そうなんですか。もう最近で言うと山とか、山全般、夏山も雪山もやって、うん、バックカントリーやって、あと温泉ぐらいです。キャンプとかは。キャンプはもう仕事でやりすぎちゃって、うん、なるほど。どっちかというとテントじゃなく、宿に泊まりたい、宿に泊まりたいっていう風になってきます。でも飛んで寝たいんだ。なるほどね。そうだから山行くときに重曹で、まあ、そのシングルでまあ、キャンプとかしますけど、うん、最近あんまりやってないですね。もうでも重曹でもテントを背負ってくってことですよね。20キロぐらい背負ってくるよね。2、3泊とかも行きますね。きつい。でもその後の温泉がまたたまらないっていう感じ。まさにその通りですね。うわーみたいな、しみるみたいなやつ。もう山の後もフェスの後もそうですけど、やっぱ温泉は必ずるんですよね。いいっすよね。疲れがね半減しますからね、はい、絶対もう組み込みますもん、そのキャンプの後は。ですよね。もうなんかそのシャワーとかついてても別にいいやみたいな感じになり、なりません？こうキャンプでもどうや、いいやみたいな感じになって、絶対次の日はもう温泉寄って帰るみたいな感じなんですけど。セットになってますよね。セットになってます ね、 ね、もう必ず温泉に巡るみたいな感じですけど、温泉って、はい、そのさっきあのこのお写真、伊藤さんのプロフィールの写真の、はいはい、ここあの土の中に私入ってるのかと思ったらすごい有名な温泉みたいですね。この温泉マニアにはもう、はい、あの、はい、野湯の基本的な、野湯代表的な、まあその有名な温泉で、野湯って何ですか。野湯、あの野原の野に湯ですか。ですね。それ野湯って言うんですか。ちょっと読み方ちょっと帰国子女なんでよくわかんないんですけど、いや嘘、多分合ってると思いますが、本当にそうなんです。要は管理されてない自然な温泉っていう、そういうことか。野湯、はい、どういうここはね、はい、場所は、まあ、ほぼ秋田なんですけど、十和田湖のちょっとあの南側にある青森県の、はいはい、まあ、奥八黒温泉。奥奥八黒温泉、はい、八黒、奥八黒、その前に八黒って3個あるんですけど、その一番奥に奥奥っていうのがあって、奥奥八黒温泉、このもうまあ見ての通りのそのね、地球の足元自噴って言って、そのなんですかね、要は温泉が生まれたての温泉が足元から空気に触れずボコボコ出てくる、ボコボコ、だから最もピュアな形で温泉が体験できるめちゃくちゃいう温泉なんですけど。なるほど、すごい。ここでも相当大変なんですよね、ここに行く。いや案外簡単で、あ、そうなんですね。意外と僕も最近行ったんですけど、はいはい、あの意外とね車で横付けできるっていう、マジっすか。そう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 、なんか意外と意外すぎ、意外とあっさりしてる。重曹とかしていくのかなって思ったら、一泊ぐらい意外とあっさりしてる。そうなんですか。なんか荒れてた時代もあるみたいですよ。なんかこの辺テントとか張っちゃったり、なんかマナー悪しとか。そう、それはやっぱ野湯マスターたちからするとそれはや、ちょっとやめてみたいな、言語道断ですよね。いやいや、もうね、湯波を立てるなって感じですよね。湯波を立てるなかっこいいですよね。さっきあれですよね、黒いの被ってんのなんでだろうって思ったら、いやそうなんですよ。なんでなんでしたっけ。これね、あのアブ対策、アブ、ここアブがもう半端じゃん。怖っ。車で行くと車のほらあのガソリンの匂いとかで寄ってくるんですけど、はい、もう本当にもう何百何百何千みたいな、はいはいはい、もう黒いですか。もうじゃあで普通の人は入んないです、夏とかは。いる頃そうなんぐらい外にも出れないぐらい飛んでる中、はい、
まあ、かぶり、はい、T シャツ、まあ、着て、はい、で、まあ、その湯口まですり寄り、飛び込むって感じですか。で、あと顔だけ出せばネットでかぶせ、はい、ね、プロテクトできてるんで、はいはいはい、まあ入れたって感じ。それでもやっぱ最高なんですか、この最高でした。へえ、ここはもう何回か行かれてるんですか。いやいや、実はね、ご縁があんまなくて1回で初めて行っただけなんですけど、はい、ね。へー、すごいな、そんな。冬行ってみたいですね。冬は多分ここの、うん、あの湯船だけ、うん、あの温泉が湧いてあと全部真っ白だと思うんで、いい、めちゃくちゃいいな。冬行ってみたいな。すごい温泉好きなんですけど、こう、まあ、都内から行ける、はい、結構こう温泉デサンベスト3ぐらいちょっと聞きたい。あ、いいです。都内、都内じゃなくてもいいです。もう近く、まあ、近くなくてもまあ、近いで言うと蒲田にありますよ。蒲田、はい、蒲田に温泉あるんですか。大田区蒲田です。大田区蒲田って、はい、あの黒湯って言って黒濁りの真っ黒な温泉が湧くんですけど、まあ、大体そこは冷泉って言って温度が低いんですよ。24度、だからちょっと加温とかしてるんですけど、最近あるのはサウナあとの水風呂代わりに源泉風呂があって、22、3度ぐらいの黒湯が見られるっていう。すごい。しかも かけ流し、出ました。かけ流しってちゃんとかけ流しなんですか。そこはもう全部あの確認も取ってあるんで、あの混ぜもんなしの。調べたら分かります、はい、蒲田言っていいのかな。あ、なごみです。蒲田温泉なごみっていうとこなんですけど、まあ湯使いも完璧なんで、まあ、そうなんですか。めっちゃ通ってますね。じゃあ会えるかもしれない。そうですね。あら、みたいな感じ。すごいな。すごい。他にはあとはまあ近くで言うと箱根とか、はい、箱根ね。箱根もまあいっぱいありますし、うん、まあね、僕にとって福島も日帰り県内なので。結構ありますよね。3時間以内日帰り県内。はい、だから聞く人間違いない、うん、そうなんですよ。でさん、でさんの日帰りってすごいですね。すごい日帰りだな。まあ1日で行ければ日帰りって感じです、ね。ハマってた頃は1日10ぐらいだった。えそれは同じ場所ですか。いやいや、いろいろもう湯巡りして。すごい。そんでもうそれは確かに戦略と源泉かけ流しにこだわってるんですけど、はい、そのね、あの演奏消毒とかなしに、うん、なのに最後の方7湯目ぐらいから、はい、頭痛くなってバファリン飲みながら入るみたいな。何やってんだって感じですよ、ね、修行っすか。温泉入ってんのに入りすぎてバッファリン飲むても何がいいのかが分かんない。湯あたりの向こう側を押してます。めちゃくちゃかっこいい。湯あたりの向こう側、初めて聞いた。頭痛の向こう側ありますからね。すごいな。どうだ、頭痛の向こう側もまあ寄れるってだけあんまおすすめはしないですけど。手とかもシワシワになるんですよ。それはね、泉質でいろいろコントロールできるんですよ。すごい。知らなかった。温泉セットリストって言ってるんですよね。ちゃんとだから酸性で肌カサカサになるのは、はい、まあ、午後一のちょっとメイン、うん、メインのところに行って、はいはい、最後は美肌系でちょっと整えるんですか、重曹とかでコーティングするみたいな。もうセットリスト組むなんて井出さん、それはプロ中のプロだから。別のように組むんですね。別のように温泉入るリストを組むんだ。そうです。朝一入って、ね、昼ごく入って夕方入って夜入るみたいな、うん、すごい。確かに、だからある戦術ってそうやってセットリスト組むためのものなんだ。そうです。いやいや、ものではね、ものではない。音楽じゃないです。なるほどみたいな、ちょっと結構納得しちゃったんだけど。でもそうなんだ。そういう用途によってあれで全然違うんですね、やっぱり。あと温度も大事ですよね。やっぱ真夏に、なるほど、そうですね、激熱なね、あの温泉入るよりかやっぱぬる湯とか冷泉とか入った方がやっぱ気持ちいいとかで。そうですね、結構でも明治のおばあちゃんに育てられてるから、はい、熱いのが好きなんですよ。あ、熱いのもいいですよね。いいです、あの熱みたいな。そうそう、膨張線っていう泉質があるんですけど、膨張線っていうのは肌にこうもうピリピリ刺すような痛さが来るような無色透明のが多いんですけど、でもあれはね、結構朝入ると、はい、結構湯上がりが爽やかになって、要はドロンとしないわけですよ。それはそのドロンとならずにシャキーンとするんですか。そう、すごい。膨張線でも初めて聞いた。本当ですか。初めて聞きましたね。膨張線、まあ単純、まあ、塩化物線とか言われてたり、うん、単純線にも入ったりするんですけど、
まあ、とにかく奥が深いんで、今だって初めて聞いたワード結構多い、全然知らない言葉多いですよ ね、 多いですよね。だってもう本当に何ですか、え、ヒノキの湯ぐらいしかぐらいっすよ、マジで。本当申し訳ないです、繊維質じゃないでしょ、ヒノキ湯とかぐらいっすもん。わかるわかる、でもね、そういうことだよね。熱いお湯にも名前があるっていうのも初めてです。いろいろありますね。これ多分喋り出すと止まんないんで、うん、まあ、ちょっとやめときましょうか。うん、どんどんいっちゃいます。大丈夫ですか？全然大丈夫です。全然聞きたいですけどね。面白いですよね。まあ、でもやっぱ全国のフェスを、うん、あの仕事で行かしてもらって、うん、その前後に、まあ、ちょっと 2,3 泊で行けるところを4泊とか5泊で行って、前後にちょっと、うん、帰りに温泉寄ってこうとか、うん、そういうのやってたらやっぱハマったり巡るようになって、はいはいはい、まあ結構もう今ではね、仕事になったみたいな、はい、何が一番いいですか、温泉の一番の良さというか。何なんすかね。だからその何、キャンプ終わりの一プロなのか、仕事終わりの一プロなのか。まあでもなんて、やっぱ体のエフェクトが、エフェクト、なんていうんですか、やっぱそのね、あの綺麗になる以外に、はいはいはい、やっぱりちょっとその爽やかになるとか、あと肌がすごいね、3日間ぐらいツルツルが取れないとか、すごい、あと経験したことないよね、傷が冗談抜きで王子ですね。そうそうそう、はい、やっぱだからさ、私たちが知ってるそのエセオプロなのか、エセオ温泉に騙されてるかもしれない。なるほどね。好きで死ねない、別に。もともとだってほら、湯治じゃないですか。湯治ですよね。湯治ですよね。そういう文化があるんで、うん、やっぱそこをちゃんと紐解いた上で分かって入ると、まあいろいろ奥が深くて、ね、あとやっぱ絶景とかもありますよね。ありますよね。やっぱり、うん、そういうのもあるし。絶景ナンバーワンどこですか？いや、一番心動いたな、今ちょっとパッて思い浮かんだのいっぱいあるんですけど、はい、北海道のコタン温泉。コタン温泉、コタン温泉露天風呂、北海道なんだ、そこは。なんだっけな、まあ有名な湖の、もう本当にあの湖に浸かってるぐらいのこの目の前にあって、で、はい、インフィニティみたいな。そうそうそう、冬行くと白鳥が、温泉がこぼれたところだけ雪が積もってなくて、はい、そこにみんな白鳥が飛んでくる。綺麗。だ、真向かいで、はい、目の前に白鳥が見れる。すごい温泉があります。そんな温泉聞いたことあります？猿とかね、お猿さんとか分かりますか？アルパカとかね、はい、アルパカ、アルパカ違うでしょ、それは動物園でやってるやつでしょ。別に見れ、一緒に入れないから。そかそか、なんで動物アルパカかな。なんでアルパカ出てきたんですか、それ。違った。綺麗ですね、白鳥とか見れたら、すごい、ね、深いですね、やっぱり、ね、深すぎちゃって、深すぎちゃってますね、まあ、もう、うん、生涯の趣味に なりましたね。いいですね、はい、それは。山も登られて、山もハマりましたね。8年ぐらいで行ってました。そうですね、結構、はい、ハマると結構とことん行くタイプなんで、うんうん、まあ、近年で言うとやっぱ温泉と山全般って感じですね。アウトドアですね。アウトドアですね、アウトドアですね、はい、家にこもることってあるんですか？あんまないですね。あんまないですね。すごい外でいろいろじっとしてるのが苦手な、苦手、はい、感じがしますわ。そう、だから仕事もね、野外フェスが多いっていうのは、うん、まあなんかね、やっぱね、なんか準備してるにも野外で作業してたり、まあ、気持ちいいかな。似合いますよね。ね、でもそういう姿がすごく似合われる。なんか自然相手っていうところがね、なんかいいなと。すごい温泉行きたくなってきました。行きましょう、行きましょうか。行きましょう、行きましょう。ずっと僕、あの運転しながら喋りますよ。楽しいですね。飽きないっすよ。飽きないっすよね。最高じゃないですか。そうだったら3時間とか行けるんですよ。余裕で。帰りが朝方3時ぐらいになりますけど、ね、もう1日じゃない。ヘビー、疲れ取りに行けるかな。大丈夫だから、そんなまた帰りにその近くの温泉を探してもらって、確かにそこでまた検索っすね。そう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 、なるほどな。私たちは今度フェスを開催しようとしてますからね。そうです、はいはい、本題の方ですよね。そうです、うん、そう、その時にはね、ぜひぜひ皆さんにお力をお借りしたいということで思っているんですけれども、そうですね、はい、まあ、また温泉の話もしたりして、うん、温泉がね、湧いてるところでやりたいですね。やりたいっす。もうなんかもう決めましょう、それはもう本当に。そうですよね、温泉が湧くところに行きたいよ、うん、湧くところに行きたいです ね、 ね、あのアーティストさんとかにも、うん、あの、まあよくなるんですよ、この俺が温泉オタクだって話、うん、はいはい、で温泉でライブとかやる気ありますって言うと、はい、やってみたいっていう声が結構あって、そうですよね、まあ、楽器には最悪に悪い環境ですから、ね、確かに
ね、良くはないです。湿気もすごいし、ね、太鼓とか大丈夫かなって感じですけど、そうそう、ね、なんか硫黄って大丈夫なのかなとか思っちゃいますよね。アンプとかって思っちゃう。でもできればその、ね、温泉 の, その、ね、宴会場じゃなく、うんうんね、なんか露天とかでやりたいなと思って。いやそうですよね、野外のね、うん、やりましょう、やりましょう、キャンプフェスラジオで。ぜひやっていきたいと思いますが、はい、告知とかございますか。はい、告知は、はい、まあ、まあっていうのもあれですけど、はい、5月の11、12に、はい、はい、富士山、子供の国である富士山、はい、富士山の山が、はいはい、ありますね。はい、はい、いやもうぜひね、今年も私も行きたいな、行きたいですね、みんなで。そうですね、今年は雨降んないですから、行きて、はい、ぜひね、その時にも、はい、振ったらすいません、ね、そこはもうどんとこいで。そうですね、はい、データなんてもう、はい、すごい楽しいお話をたくさん聞いて、本当に。はい、ということで本日最初のゲストはインフュールデザインの井出達之助さんでした。ありがとうございま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 す。またぜひスタジオ来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ういっす。がお送りしている目指せキャンプフェスラジオ、本日2組目のゲストをご紹介したいと思います。はい、本日2組目のゲストは、歌うヒゲと踊るマリオネットのジャグバンドザ・ワースレスのリーダーでいらっしゃる鷲見剛さんです。よろしくお願いします。鷲見剛です。わっ、お願いします。そっちが鷲見さんなんだ。そっちが鷲見さん。坂木原、何今日初めてしっかり会話ができそうだね。よかったね。ありがとう。ずっと不安だったよ、こっちも。伝わってきたね。なんかね、全然榊原が振ってくれないから、そう、すごい不安で、今手が熱いの。わかるわかる。温泉効果かな。そう、手がずっと熱い。大きい手袋かなって思った。よろしくお願いします。はい、ちょっとご紹介していただきたいと思います。はい、歌うヒゲと踊るマリオネットのジャグバンドザ・ワースレスのリーダーでいらっしゃいます。東急東横線都立大学駅徒歩3分にある虹の絵本屋に所属するバンド。絵本から生まれた音楽をまとめた踊れる絵本オープントークを虹の絵本屋より出版されているということです。はい、で主な出演としては2019年サマーソニックと2023年チャムスキャンプ、2023年朝霧ジャム、その他東京、のみの市、のみの市とかや台湾ツアーと年間約100ステージを賑やかにしてくださっているということで、鷲見さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日ですね、私の私物で、うん、パンドロボーとほっかほっか、ね、おにぎりボーイ旅立ち、そしてフライパンダ、うん、持ってきたんですよ。人気だな。そう、はい、本当に今本屋さんに行ったらだいたい絵本コーナー目の前にドドンと、ドドンとありまして、結構もう本当に今日ね、すごい友達も来てくれてるんですけど、パンドロボーね、来てくれて。そう、パンドロボーはもうキャラクターとかああいうグッズとかもすごいの、うん、たくさん出てて、すっごい人気だから、もう結構子供が、お子さんいらっしゃる方とか大体みんな知ってるっていう感じなんですけど、可愛い手がね、さっきからこっちを向いてくれるんですよ。胸がキュッとする。でも榊原だって向くもんね。はい、そうだよ。ありがとう。よろしくね。よろしく、榊原。
ということで今日は鷲見さんにお便りが来てるそうなんですよ嬉しいここがちょっと鷲見さんにですね、はい、お便り来てるとちょっと見せますね、ザ・ワースレスの鷲見さんかっこミスターが、ゲストということで初めて番組に聞かせていただいてますワースレス大好きということで、こちらはですね、私は音楽が好きで独身の頃からフェスにたくさん行ってました、音を浴びながらビール飲む、飲むビール美味しいフェス飯は最高です、今年6歳になる娘がいるのですが娘が4歳の時に子連れ野外フェスでデビューしました、うん、ものすごく楽しかったもちろん大変なこともあるけど、母の人生を変えるほどの好きな音楽を子供に見せてあげることが喜びということで素敵すごい素敵な素敵、はい、それを、娘がどう感じるかは娘次第ですが一緒に音楽を、体感できたことは思い出です、今は親子で楽しみやすいフェスが多いので嬉しいです今では母が好きな音楽を、教えたのですがこの度娘に初推しができたのですそれがワースレスということでそうなんですよ、自分から見に行きたいといい、ライブに通い日々今となって母の方がハマっていても過言ではないとすごいついてくださってますすごい そうなんですよそんなワースレスさんのですね、うん、V がご紹介 V があるということで、はい、ちょっと流していただきたいと思いますぜひよろしくお願いしますいやー、すごい楽しそう。かわいらしい。ありがとうございます。なんかもう誰もがここワクワクウキウキするような感じの色味といいか、キャラクターというか、皆さん、ワースレスの5人のメンバーがいらっしゃるんですよね。はい、5人でやってます。すごいあったかくなる感じですね。うん、高い。うん、おひげもいいですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ、だってつけられてもおひげね、ほら。うんうんすごい、ありがとう。楽曲制作でタマプラザテラス10周年記念ソング、はい、児童書熊の子夫婦生誕50周年テーマソング絵本パンドロボこれ角川さんの、ね、テーマソングと、はい、絵本パンダとおさじとフライパンダこれもテーマソング、はい、絵本朝ごはんの種こちらもテーマソングなど立てかけていらっしゃるということですごいすごいですねいやたくさんの本当にありがたいです絵本をのこれはテーマソングとかはどういう風に作るようになったんですかもともと僕たちは、うん、飲み屋さんとか商店街でやるようなバンドで、はいはいはい、基本的にこう人に向けてっていうか仲間内で僕たちが楽しいからやってるで周りの大人が楽しんでくれる、うん、だったんですけど、うんうん、とあるきっかけでその虹の絵本屋のオーナーと出会いまして、うん、で絵本屋さんの横にガレージがあるので、うんまあ、そこで月1回なんかイベントをやってほしいと言ってもらえてその時に初めて絵本とバンドを掛け合わせて、うんうん、で読み聞かせをされてる方は全国いろんなとこいると思うんですけど僕たちのバンドは絵本から曲を毎回作りますっていうのをやり始めてそこから絵本と縁ができたって感じですへーそれまでは全然じゃあ絵本とかも全くですね知らなかった、はい、流しみたいな感じでやられてる流しっていうか流しに近いですねもうその路上でやっちゃうとかそうなんだ想像つかないですね想像つかないですよねなんか流しって結構昭和のさイメージがあるとか飲み屋さん行って、ね、一曲どうですかみたいな感じそうだよねっていうイメージがあるから当時はオリジナル曲よりも割とそういう昭和歌謡というか、うん、古い曲も入れたりとかして割とおじさまおばさま向けだったんですけど、うんうん、そうなんですねだん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 とまた変わっていったんですねそうですね日本とかの出会い全年齢を対象に活動されてるじゃないですかはい知ってますねどこを投げてもいけるすごいすごいですね ねすごいじゃあ鷲見さん自体はすごい昭和歌謡好きだったりするんですかそんなことない広く浅くっていう、まあ、一番いいですよね広く浅くそうです一番いいラインなんですまさにねこれが ね, ね頑張ろうな見切り発車だからねうんうん、うん、そうなんですお仕事じゃ活動的にはそうやって今は絵本のこう読み聞かせの場所でやったりとかそうですね読み聞かせと僕たちの演奏を交互にやったりとか、うんうん、いろいろやってます、うん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 、そうなんですよね
パペットとかもこれ私スピーカーついてるとか。これ何なんですか。こちらはコケロミンという実際に販売している楽器なんですけど、これ楽器なんですか。はい、これは口の開き加減で音の高さが変わる感じ。可愛い。何それ。広く開くと高い音が出るみたい、はい、でお腹から音が出ます。いいな、欲しい。欲しいよね。今あんま買えないんですよ、人気で。そうなんですか。はい、だから見つけたら即ゲットした方がいい。コケロミンでしたっけ。コケロミンですって。コケロミン、 すげえ。ちょっと後で検索しよう。かわいい。すごいな。でパペットもいろいろ。そうですよね。これは何くんですか。これは僕が絵本の中に出てくる時の見た目をそのままパペットにしていただいて。かわいい。お名前はなんていうの。僕はバンドの中でミスターワースレスと呼ばれてるので、はい、まあ、ミスターですね。ミスターだ。ミスターっていうんだ、はい、猫ちゃんがついてる。この子はスジャータです。スジャータ。おしゃれな。コーヒーとかに入れるやつの会社。そうだよね。何もこだわりなく。なるほど。スジャータ。スジャータ。はい。まあ、そうですね。スジャータっていうのね。俺もこれ榊原って呼んでるんですね。そう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 。はい、カタカナの榊原。ひらがなの。あ、ひらがな。ひらがなだった。カタカナの方だ。ひらがなの。榊原っていうカタカナだった。知らなかったな。そうなんです。榊原の。榊原は好きな食べ物は何なの。好きな食べ物はね、当たり目。当たり目。お主に食べてるよ。主にね。そう、主に。いろいろ食べる方、うん、スジャータは何が好きですか。スジャータはね、うん、チータラ。チータラだ。チータラを主に食べて。あ、そうなんだ。じゃ気が合いそうだね。気が合うね。なんかね、マミすごい ね渋谷はセンベロとかいっぱいあると思う、うん、そうだね。最高だ。行きたいと思う。そう、いいですね。そうだね。お酒飲まれるの好きなんですか。あんま飲まないんですか。飲まないかい。飲まないかい。キャンプフェスラジオ大体みんな飲み屋だからね。そうですね。お酒飲みが好きっていうか。すごい。すごい面白いですね。ミスターすごい佇んでるのがさ、今日の画面上のなんかレベルを上げてるよね。そうですね。なんだすごいですね。今回の、うんうん、キャンプフェスラジオのこの絵力がファンシーですよね。ファンシー。おかげさまで。人形がおかげさまで、本当に、うん、おしみさんのおかげで。おしみさんのおかげでね、本当に、ね。どういう、なんか気をつけてることあります。僕パペット、僕今日パペットの話。1年目なんです。1年目1年目パペットデビューなんだよね。どういうのをあれにしてますか。もう勝手に失礼ながら裏で、はい、ずっと言ってたんです、はい、ここはこうした方がいいっていうのを。あ、そうなんですか。後でじゃあ全部聞いとこ。いや、それは聞いとこう、うん、なあ榊原、あれやろうな、ちゃんとな。頑張ろうね、それはね。大丈夫ですもん。はい。和瀬さんはどういうフェスに出演、今ちょっと完全に紹介させてもらっちゃったんですけど、はいはい、どういうところが多いんですかね。書店さんの、うん、例えば絵本作家さんの原画展のイベントを合わせてとか、はいはい、あとはもう絵本業界自体も絵本博とか割と大きいイベントは多いので、うんうんうん、虹の絵本屋という絵本屋に所属している関係、うん、はい、そこの例えば日本作家さんがトークショーをやるような時間帯にバンドで演奏させてもらうとか、うん、なんかそういう形で賑やかしですね。だから本当に、でも、もう朝霧とかも出演されて、去年だからそのキャンプ、はい、キャンプフェスは朝霧に限らずお友達のイベントに出たりとか、うんうん、あとアコチルキャンプというものに出たりとかいろいろあるんですが、はい、キャンプもいつの間にか絵本みたいに近づいてきてくれて、別に僕たちキャンプ、まあ、メンバーの一人はキャンプ好きなんですけど、はい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 、キャンプをいつもやってるわけでもなくて、うん、だからライブで行って初めてキャンプしたっていうぐらいの感じ。へー。それまでは全然キャンプも詳しくなかった。全然ですね。けどそのライブで行くきっかけで初めて寝袋買ったみたいな感じです。今はキャンプとかも行かれるんですか。全然行かないです。行かないですか。あで僕もこのラジオが初っすよ。きっかけで。きっかけは、私もそうですよね、うん、きっかけで。でもやっぱ楽しいですよね、行ってみると。楽しい。すごいインドアで。そうなんですね。そうなんです。真反対の2人が。すごいな。真反対。今日のゲストは面白いな。面白いですね。すごい、そうなんですね。ぐんぐんぐん。ね、でもやっぱり体験すると全然違うなって思います。確かに思いますね。やっぱキャンプ面白いもんね。面白いですね、本当に。じゃあフェス、じゃあその出演がきっかけでキャンプもやってみて、ね、みたいな。普段別に行かないけど、うん、まあ、そういうことがあれば
また行ってみたいな。キャンプギアみたいなのすごい興味持ち出しましたね、はいはいはい、見るようになって。そうですよね。揃えてはないんですか？全然まだあれはでもキャンプ沼にはまるっていうね。そうです、徐々に。今回もすごいです、ね、そうそう、うちのこのラジオでもよく紹介してるんですけど、キャンプギアを揃え出したら沼にはまるぞっていう、えぐいぐらいの量が揃うっていうこといっぱいありますもんね、メーカーもね。すごいですよね。種類がめちゃくちゃあって、ね、寝袋一つ、テント一つでも、ね、冬用、夏用とか。そうなんですよね。そうなんですよ。もうすごい量が、ね、寝袋も何買っていいか分からなくて、みんな分かんないですよ ね最初ね。で値段帯も分かんないんで、そう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 、クロワッサンの形に似てるクロワッダンっていうのを段があったかいなんです。かわいいクロワッダン。それを持ってったらめちゃくちゃメンバーにバカにされて、はい、いやいや、なんでバカにすんのよ。鷲見さんのチョイスするものって大体可愛い。可愛い感じがしますね、なんかすごい可愛い。見て、クロワッダン。クロワッダン検索してみてください。検索してみます。クロワッダン、聞いてみよう。可愛い。可愛い。そういう時ミスターは一緒に行くんですか？あー、行く時もありますね、うん、だからこの二人も配信、うん、インスタライブをやってるので、うんうんうん、もうなんていうか、スジャータってファンがもう言っちゃうぐらいもう認知されてる子なので、もう 5,6 年使ってるので。あ、そうなんですか。だからイベントに持ってくと喜んでくれる。あ、すごい。あらら、かわいい。外にはね、お友達がいるんですね。ペット仲間が、仲間だね、僕たち、僕ともね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。すごい。今日本当にね、なんかパペット配信みたいな、ね、こういう番組みたい。すごいですね。そうそうそう、ありがてえぐらいの。あったかい。あったかい気持ちになるな。今日あったかい放送になりましたが、うん。そうなんですね。パペットについて、まあまあ楽曲、曲もでも本当に鷲見さんが作ってらっしゃる曲が全部すっごい可愛いんですよ。あ、嬉しい。キャッチーで。ありがとうございます。映像とかもすっごい可愛くって。うん、映像はそのバンドメンバーの、うん、はい、もう一人の男性、中田くんっていうの、中田くんマリオネットをやってる、はい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 、あれが映像も作れちゃうので、あれ全部じゃあ、そうです、メンバーの、そうです、そのもちろん作家さんの描いた絵を動かさせていただいてるんですけど、はい、うん、映像は中田くんで、バンド、音楽はバンドで、めちゃくちゃ可愛いんですよ、映像が。パペットの動いてる動画をイメージするんですけど、うん、アニメ全然違う、アニメ。そう、あの、パンドロボーのこのキャラクターがあの踊ってたりとか走ってたりとか、ずっとずっと絵が全部すごい可愛くて、うん、子供とかもみんなもう大興奮でずっと見てるみたいな。自作また見せてみたいな。されてるんですか？そうです、自分で作って。すごい、すげー。知ってる、ね、パンドロボー。パンドロボー知らなかったです。そうですか。なんかね、子供がいるとみんな知ってるんですけど。あ、そうなんですか。なんて可愛いんだこの人っていう感じの愛らしい、すごい愛らしいキャラクターなの。パンドロボーはね、一番最初はね、おにぎり坊やだったの。え、情報がね、多いですけど。どういうことですか。おにぎり屋さんの進化するの。おにぎり屋さんの子供なんですよ。はい、おにぎり屋さんの子供なんですか。はいはいはい。で、パンに憧れて、パンを取りに行っちゃう。うんうん、あ、ところからこういう姿に生まれ変わる。そうなんですか。もうだって哀愁めちゃくちゃいいですよね。すっごい可愛いっすね。さんの絵はね。そう、このね、本当に柴田恵子さんのね、はい、作品なんですけど、本当、はい、うん、すっごいどれもすごい可愛い作品が、うん。2023年に一番売れた絵本のシリーズがパンドロボ。そうそうです、そうです。そうなんですか。はい。すげえ。そうなんです。今も売れ続けていて。本当に。ツタヤさんとか、うん、もう大きい本屋さんとか、うんうんうん、もうどこでもひょドドンって見えるとこあります、はいはいはい、皆さん。そうなんですね。ビレ版とかニコアンドとかにもいろいろグッズ展開されてるので、絵本屋じゃなくても。そう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 。そうなんですね。普通にあの家の近くのライフとかの、ライフライフとかの、ちょっとした雑貨コーナーとかにも思いっきりパンドロボグッズ置いてます。そうなんですか。あります。うわあります。見てみよう。見てみてください。はい。あ、パン取れるんだ。そうよ、あの中身がね、あ、パンドロボだ。シークレットですよね、あの中身は。内緒なのよ。内緒なんだ。もう見えちゃったけど。あ、面白い。おもろいなそれ。そんな感じで、今日はたくさんね、パペットの話もしてもらったんですけど、告知とかはありますでしょうか。はい、1月の20日に、はい、相鉄線の星天駅という駅があるんですが、そこ、高架下が星天クレイっていう、なんだろうな、おしゃれスポットにもなっていて、そこで1月20日にワークショップあり演奏ありのイベントに出させていただきます。1月20日土曜日10時から4時ですね。はい、星天プレイ
ライブステージ、あ、はい、へえ、何組かここで、出ますのでワークショップとライブがあるということで、はい、いいだろうな、幸せ空間だろうな、絶対にもうほっこりすること間違いましたので、ぜひ皆さん行ってみていただきたいと思います。はい、はい、ということで、本日2組目のゲストがザ・ワースレスリーダーの鷲見剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひあのライブをやるとか、はい、ぜひスタジオにもいらしていただきたいと。ライブにもいらしてください。ぜひぜひ遊び行きたいです。来てください。ぜひ伺いたいと思います。本当に私たちがねキャンプフェスラジオ、そうですよ、ぜひキャンプフェスを開催の際には、はい、ぜひともいらしていただきたいと思います。お願いします。鷲見剛さんありがとうございました。ありがとうございました。Making friends with radio and outdoors. Can you guess what we'll listen to next? Camp, camp, camp. That's right. Camp Festival Radio. クロスエフエムから勇気がお送りしている目指せキャンプフェスラジオ、本日はインフュージョンデザイン井出辰之助さん、ザ・ワースレスリーダーの鷲見剛さんをお呼びしてお送りさせていただきました。どうでした榊原？すごいね、今日はためになったと思う。お風呂に入りたい。まあお風呂に入ったらすごく体が重くなって大変だけどね。そうだぞ榊原、お前がお風呂入るときはちゃんとしなきゃ。温泉行きたいね。温泉行きたいね、本当にね。温泉行きたいよ、本当に。もう気持ちは温泉行きたいし、温泉入って、終わってこう飲むみたいな、はい、ほっこり。そうですね、チルタイムに。そうそうそう、チルタイムハンドロボ。なるほどね。もう今日それで整うみたいな。そうですね、なんか本当にいろんな話聞きましたね、今日なんかね、うん、すごい濃い一日だったなーっていう感じが、はい、しますね、うん、もうまずは温泉の、まあ、いくつか出ましたね。あの蒲田にあるとか、あ、そうそうそう、蒲田と、まあ、箱根も見ていただきまして、あと、うん、あれですよ、一番綺麗だったのが北海道の、ね、そう、まず検索するよね、後で検索しよう、ね、確かに。そうそうそう、アーカイブ見直そう、そう見直アーカイブ見直そう、みんなぜひアーカイブ見直そう。あの温泉の名前覚えてます？あの奥奥黒黒いや真っ黒ですやん、すごい真っ黒黒奥黒ね、奥黒みたいな、僕もパッと出てこないですけど奥奥黒奥温泉、奥奥黒黒温泉みたいな感じなんです。そうそうそう、あそこ行ってみたいっすね。行ってみたいよ ねちょっと雨対策しながらね冬だったら大丈夫みたいな、ね、あの車からさ雨がすごすぎて降りれないって言ったでしょ。そう、どうやって降りるんだろうね、シャシャってやる。だからもう井出さんぐらいになったらもう雨なんて関係ないんですよ、多分もう余裕で覇気みたいな、もうむしろアブも温泉ぐらいの勢いでやってるかもしれない、ね、それも温泉の一部、うん、込みのみたいな。あ、なるほどね、ちょっとかわしていけばいい、はい、かもしれない。そういうね、温泉の楽しみ方を、うん、という話も聞きましたし、うん、ワースレスのねお話も聞きましたよ。本当にそう、ワースレスさんのね、うん、まあ、新しいあの1月20日にライブがあるとか、ね、こちらがそれですか。そうかな、これ、ね、すごい可愛いんですよね、可愛らしい、こういうそれ、うん、ワースレスさんのこういうトーク、そう、さっきのねオープンとトークってあるそれだと思うんですけど、うんうんうん、というものとかもあって、ね、本当にパペット先輩としていろいろ話も聞いたなって思いましたもん、ね、これからまたその榊原もね、うん、きっと進化していくんじゃないでしょうか。多分そうで、期待を込めまして見てて思ったんですけど、はい、本当に、うん、ずっと動かしてました。そう、鷲見さんミスターがね、ミスターがミスターずっと動かしてたから、ミスターはずっとね、こう鷲見さんのトークにも絶対 うんうんとか、うんうんうん、うん、そうかなっていう反応をちゃんとしてるんだよね。してた。だからそれ見てあっつって僕も思い出してたのに、うん、うんうんうん、でもすごく難しいんだよね。だからこっちのさ榊原と、はい、こっちの榊原はこっちの榊原にこっちの榊原がリアクションしないといけないじゃん。ゆきさん、はい、怖い話してるみたいなんかこっちの榊原とこっちの榊原の話してる時にパペットの話そうですよね。そうそう、いや本当難しいと思った。難しいんだろうなと思う、うん、すごくが深い、深いと思った今日は、うん、あと俺が出てることによっての難しさが生じるっていうのが思った。それはある。だけだったらまだあれかもしれない、うん、そうだね、うん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 、だからな榊原、今度は俺出ないかもしれないからよろしくな。どうなるのか今後のキャンプフェスラジオも、ね、ぜひそこも楽しみにしていただければと思いますけど、ね、皆さん見てる皆さん楽しみが増えたみたいな感じ思っていただけたらいいかなと思っております。ということで渋谷クロスヘビからお送りした目指せキャンプフェスラジオ、次回の放送は2月11日日曜日、はい、夕方5時からぜひお聞きしていただきたいと思っております。
お送りしたのはナビゲーターのゆうきと、榊原拓也と榊原でした。じゃあ今日はもうみんなで行きましょうかね、はい、いきますよ、はい、それではせーの、目指せキャンプフェス。